こんにちは、ちっちゃです。なんで笑ってんねん。今回は4人で利用レイヤー足を10頭ずつ持ち寄って40頭乱獲したいと思います。今回ご一緒いただけるハンターさんはキドマメです。タロタロです。アーです。名だたるハンターさんがね、集まったんでがっつり乱獲できると思います。まずはパーティーを組みます。ハンターが2人いるね。私もハンターだから、ハンター3人。あ、枝豆さんなんでハンターじゃないですか？まだハンターじゃないですよ。遅れてる。100超えると名前つけられるようになるんですよ。早く100行った方がいいですよ。うわ、ハンターランクまで取られた。どうする？最初、やっぱ6からジャブでいきます。私ね、一応8を5頭持ってきてるから。ちなみに僕、マーク8体しか取れないんで。ごめん、38頭でした。今回、なんとみんなでゲットしてきた数が星6が15頭、そして星7が14頭、星8が9頭ということなんで、これはついでに流玉のかけらもね、あ、もう出ますね。ね、これ出るので出しましょう。フラグ立てていく、うん、ちなみに狙う部位は自分は基本翼両方破壊でやってました。私も両方破壊。じゃあ翼にしましょう。なんかタッチの方がいらっしゃらない。誰だ？タチの TAJ が。え、誰だ？誰かな。いるはずなんですけど、なんかおかしい。ユミ最高。サヤコを打ってます。同じく。オッケー、ナイス。次は右翼いきます。暴れるね。暴れるけど、やっぱり遠距離武器だから全然問題ないね。ナイス、右翼。オッケー、ナイス。お疲れ様です。簡単やな。いや、これタッチ出番ないわ。荒れる荒れる。タッチ使いが一番言っとりが。いや、動きすぎる。どうしたのね、遠距離が、周りが遠距離だったね。そうですね、マルチの時はやっぱ、なんかどこ移動しても打ちやすいっていうか、安定して火力出せるのがやっぱ弓とかは強いですよね。強いです。ホットランク99になった。おめでとうございます。あれだね、イベントが違ってさ、もう背景が暗いから、あ、若干見づらいのある。夜っすもんね。夜だからね。右翼いきましょう、右翼。あー、危ない。やっぱりいる。あ、いけた。ナイス、ナイス。いいよ、早いね、楽だね。うん、4人マルチめちゃくちゃ楽ですよ。楽。しかも、みんなタチだから、うんうんうん、V 破壊もちゃんとできるし、尻尾も切れちゃおられてる。激凛。あー、すごーい。ねー、V 破壊って別にどこしても変わんないですよね。変わんないです ね、きっと。なんか一応尻尾切れば尻尾出やすいみたいな都市伝説もありますけど、おそらく CS 版と違ってどこ破壊しても OK みたいな感じなんでしょうね。だと思います。多分武器の持ち替えが難しいから、その配慮で、おっと、危ない。危ないってか、モロでしょ。素晴らしい事故があったんですけど。続けていきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。良くないな、この現場。結構皆さん、なおやってらっしゃいますよね。そうです ね。靴が1個ダメになりました。早くない？めっちゃ歩いてる。早っ。基本歩きなんですか？チャリですね。おお、すごい。あれ、自転車でやってるんですか？チャリですね。自転車で、ちゃんとヘルメットつけて、まあ努力は、はい、ちゃんとしときますね。これで7とかまずできます？あー、いきます。そうですね。え、もしかしたら例えば8とかにスペシャルをめっちゃ使って6でスペシャル貯めてみたいなのが効率いいかもしれないから。確かに。それもあり。あり。そうしましょうか。じゃあこの星7の後に8いきます。うん、す、行きましょう。さすが TAJ。違うなやっぱ。じゃあ世界チャンピオン。チャンピオンな俺聞くな。何も考えてないから。ちなみにあの枝豆さんは伊達店で1位取ったことあるし。すごい人が。私一番何もないのでは。大したことねえな。いい回線に来た。カリオには逆らえてる。さすがにタフだな。ね、破壊も難しい。おっと、またこれ、あ、映ってますね。あ、やばい、やばい。タロタロさん、こんにちは。こんにちは、どうもタロタロです。やらせんでくれ。両方壊れた。ナイス。なんかすごいですね、吸い付かれるようにこっち行きますよね。もっとなんか左とかにも行けるはずなのに。多分ね、
がタラタラさんのリアコゼだよ。いやいやいや激凛いいなー。あ激凛あすごい、すごい。いやカメラ事故映っただけあったな。わび激わび激じゃあそろそろ8位をさせろとタルタルさんがおっしゃるのでシャアなしに行きます。この動画で僕はヒールなのかな。初めての星8です。頑張ります。スペシャルどんどん歌声そうですね。一応もしダメでも今ペイントボールの修正が入って3回もできるな。そうですね。じゃあまあ練習できるんで、うん、大丈夫です。よろしくお願いします。勝てるか。いきます。はい、お願いします。じゃあ開幕 SP いきます。お、そうそう。じゃあ私も続けて SP 羽に入りました。ブヨに入りました。オッケー。に入りました。まあまあ減ってますね。もう一回食べたいな。おい。飛ぶときついな。そうっすね。硬い。硬いね。S P ですよ。S P。S P S P 合わせた。もう楽しみ。S P。え、あ止まってない。なんで？あ死んだからか。死んだからだ。だいぶ減ってる。S P 二回目打てれば多分いけますねこれ。いけるいける。結構面白い。はいはい。止まった。いきます。S P 二回目。当たったー。ナイスー。当たった。うわめっちゃ当たった。よし。SP おおナイスナイス余裕やんけ。ジュージー流玉のかけら来たかな。あこれ来ましたね。来た来た来た。さあ、うんうん、あれなんかあー募集見せましょうか。はいもう飛ばしちゃいました。よいしょ。諦めを感じる。よし。はい、激凛でございます。すごい。すごい。調子。7の感覚でやってて、SP 打ってなかったです。すみません。今打ちました。あーっと。し。うえー。なあ。ああ、ダメ。ごめんなさい。冒頭。普通に白い。お前ちゃんとしろ。あーあー。あー完了しないやつおるやんってことは私やハンター多すぎるんだよな。どのハンターや。危ない。うーん、最後ナイス。ありがとうございます。おー、ナイス。きついな。天才マジ、翼壊しやすくていいですね。ね。あー、巻き込まれた。ハンターダウン。最悪も大丈夫。誰が、誰がダウンしてるかわかんない。誰やろな、ほんま。使えねえな。命かけろよな。最後いった。ナイス。
いけるいける。オッケーオッケー。ナイス。いきますね、ちゃんと SP 回すれば。この作戦だな。逆に SP8 回しないと指導できない。相当タフ。やばいね。激凛いただきました。おー、俺激凛、激凛2連続で出てるけどスルーしてた。いや、拡散真上向いてるせいで距離感がつかめづらくて敵が見えづらいから難しいです。マジでね、画面がねほとんどね、うん、レイヤーのね羽しか映ってないの。あ、そうだよね。飛んでるとこ拡散だとどうしたの。あ、これ横画面とかにした方がいいのかな。 ありあー、あー、でもない。これは SP がやばいのでは。あ、激戦熱い。あー、二段ヒルミで起きた。 SP 行くぞ、 SP。 お、間に合え、死に際。あー、くー、惜しい。僕のせいだ。横画面でやろう。激戦きたー、激戦きたよ。やったー。でも横画面正解だわ、拡散に。見える、見えるぞこいつの動きが。急にニュータイプだった。お前飛びすぎ。私も SP。 あ、でもいけそう。 OK。 よーし。普通に達成感あるな。強い。いや、面白い。うおー、最近ちょっと出が良くなってきて。あ、やっぱ1回出たらいい。そうそうそう、なんか X でね、そう、神引き、神引きが概要欄にあります。宣伝フォローお願いします。お願いします。モンハンナウ始まってどのぐらいフォロワーさん増えました。今多分2500人とかそのぐらい増えました。すごい。すごー。いつもありがとうございます。ちなみに俺はフォロワー減っていく一方だから。楽しい。始発入りました。はーい。なー、あーとSP が足りないか。いや、まだ43秒もあるんで。いけるか。食べます。入った、いけるかも。 SP よいしょ。おー、ナイス、ナイス。 SP いらなかった。みんな慣れてきてるのか。けどね、7回の SP で削り切れたってことですもんね。だいぶ通常攻撃で削ったってこと。しゃ、成長してきた。おお、激励祭りじゃないですか。やった。でも死んだら出るんですかね。ああ、そうかも。今レイヤー足の弓を7の55まで強化しちゃって、流極のかけらがないと先に進めないんですよ。だから全てのネック。そう、レイヤー足の素材も欲しいけど、どちらかというと今もうすでに企画だ。俺か。俺、いや、やめて、おじさん探しに行くか。病室のアルコミ出れるの。よし、本番。遊玉のかけら。うわー、あー、そこに来てダウン。破壊したのに。もうちょっと。いける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 いや、みんなで枝豆さんを大先輩にする流れ完璧に出来上がってた。振り上げた拳はどこに持っていけばいいんだ。いや、取れ高作ろうと思ったんですよ。うお、あ、やっぱ死んだ方が。あ、え、私も力尽きる。俺の弓がそろそろ強化できる。あ、了解です。気がするんで、誰かさんが力尽きてもね、余裕で。クソ根に持ってる。あと1回流玉来たら、ボウガン強化できるんですよ。うわ、今使ってるカガチライトですね。うわ、グレード9までいくんですか。行きます。うわ、強い。すみませんよ。はいね。全部が色。ナイス、いける。よし、1回しか打ってないのに。おお、みんな連動が上がってきた。すごい、うまくなってきた。モンハンっぽい。私も SP 止まってるんで、星8このままいけますよ。激励。やったー。やっぱあれかな、仕事しない人が。え、逆のかけらも
しいな。サンタさん、あ、ダメ、サンタさんにお願いした12月まで入力のときらが来ない。ハロウィンイベントのクルルヤックってかぼちゃを持ってるんですかね。おー、じゃないですかね、確かに。もう囚われてるじゃん。でもそれ以外考えられないよ。他の素材いくらでもあって、ゼニーも保ってきてだんだんね。激励激励無言激励。抜けました？いや抜けてないんですよ。昨日やっとアンジャナフできて、ジュラライトがやっと7号になったんですよ。あ、おめでとうございます、うん。その後はしばらくつまらないと思う。ああ、確かにディアブロスつまりそうですね。一生上輪出へんねんけど。強み強化できんねんこれ。最後に入りました。あ、セーブ入んなかった。すいません。どうだ、入っちゃった。これが私、流玉のこびらチャンス、もしかして。あ。あ、つぶしに来た。流玉のこびらチャンスを。なんかすいません。そろそろ出てもいいんじゃないですか。ね、うん。レア4や。レア4が一生出ない。何これ。私今度のもしかしたら新潟行こうかなみたいな。え、クルルヤックで。クルルヤックがもし大量発生みたいな自転車の方が良ければ、新潟って電動自転車の貸し出しを市がやってるんですよ。へぇー。だからそれで回るみたいな。いいですよ、さすがに。しかもあそこすごい平坦だし、綺麗だから。いいなぁ。結構入るかなと思いますね。寒そうですね。11月ですからね。確かに。11月の終わりぐらいになると雪が降り始めるそうですね。やばい。行くならもう、早めに。今でギリギリ10度割らないくらいなんですかね。うん、そう。ガイロを張って手のかじかみだけどうにかしなきゃいけないです。確かにそうですね。プレイが一番あ、耳、確かに。しかも自転車だと危ないから耳塞ぎたくないし、ね、いや、うん、もちろんヘルメットは、もちろんです。雨降ってたら歩いてたらヘルメットつけるよっしゃ、今ちょっとね、体に入っちゃいましたね。でもさっきね、余裕あったんで。そうですね。これでまた私も流玉のこびらチャンスが巡ってきたということか。力尽きないとね、巡ってこないですよ。あ、ちょっとリオレイヤーシュグライだと力尽きれないかも。あ、折り返された。え、スピースピー1秒。オーケー、おっしゃー、おっしゃー。ドラマしかないね。どれだかどれだか。あ、激凛だ。激凛プラスの良質な鱗来た。一生良質な鱗出ないんだけど。10匹ぐらい連続で。集まってやる方がやっぱ楽しいですね。楽しい。いいね、昔のモンハンみたいな。ね、PSP 時代。そうそうそう。とか DS 時代とかね。良質な鱗やってきた。おめでとう。いや、趣味がグレード7に。おい、尖った爪。星8いきますよ。はい。じゃあこれであと星8はこの子と、あともう1体私の流玉のかけら。僕のですよ。まだ出てないな。今もう レア号とかも。これは流玉のかけらチャンス。いいな。いいなじゃない。たまたまさん流玉のかけら出ましたっけ。やめてくださいそういうの。あ、私もチャンス。チャンスチャンス。これ流玉のかけら失敗するぞ。みんな死に物狂いで攻撃するんだ。あ。おい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 。これは枝豆さんが活躍したから私に流玉のかけらが出ます。いやいや、もう普通に僕に出ますよこれ。うわ、え、出ない。え、狩り技使っていいの。使う、使った。狩り技、狩り技。一
中主義じゃないんだもんね。立ち使うか。あ、いいね。これ、きたー。立ちティエーゼ。30クエストぶりくらいの立ち。尻尾が切れるところが。うわ、きつい。尻尾狙ってみますか。尻尾めちゃめちゃ切ってる。おお役目果たした。私、尻尾に打つって言いながらあんま打ってなかったから。もう終わるかなと思って。ひどい。打てなかったの。打てなかったの。立ち下げですか。立ち強い。左翼 OK。 なんで左翼を抜けるだけ。左翼を抜けろ。尻尾頑張れ。あ、ちょっとやばい。やばいやばい。そのモーションはまずい。ちょ、本気でやろう。果たしてタロトロ倒せるね。あー、きれねー。尻尾切って役目でしょ。やっぱ弓やな。燃える。1時ぐらいからスタートでしたよ。1時間半とか、うん、うわー、結構かかりますね。ラスト2体、今回は狩り技温存。そうですね、温存でいっぱいです。使うとこだったらね。勝てなくなる。対する枝豆さん、勝負しません？勝負、枝豆さん以外は全員で勝負しよう。これもし星8行った時、流玉のかけらが出たら勝ち、出た人が勝ち、で全員出なかったら私の勝ち。最後の最後ということで、チャチチャさんから一言。有力のかけら出ます。なんかもうちょい気の利いたこと言うや。なんかみんなのモチベーションを上げてさ、一丸となって頑張りましょうみたいなさ、うん、なんかそういう気持ちになるような素晴らしいこと言ってくれ。みんなのモチベーションを上げて一丸となって頑張りましょう。言わされてる。緊張してきた。お願いします。手が空白してきた。どうしよう。行くぞ。 SP いきましょう。またそこ行って最後に入りました。はい、待ってくれ。骨折しろ。やばいやばい。あ、いい。いいよ。どうしよう。あ、やるじゃん。そうだね。そう。ナイス。すごいナイス。解析よし。よしよしよし。ああ、全然当たらなかったスペシャル。モーションはよし。もうちょい。死ね。えい、ナイス。うわ、嘘。使ってない。SP6。SP6 でいけた。やった。我々成長しましたね。気になる結果は？ここですよ。全部レア1。あれ映ってないな。全部レア1。はい。全部レア1。あー、激凛。ちょっと待って、やばい人が一人いるんじゃない？やばい人がいるんじゃない？やめてあげてよ、翼さん。あー。ってことは、誰にも流玉のかけら出なかったんで、私の勝ちということ。おめでとうございます。ありがとうございます。負けだろ。また出てないともう負けだよ。まあ、負けてるね、完全にね。ということで、リオレイヤー亜種40頭じゃないか、38頭連続狩猟、流玉のかけらはゼロでしたが、かなり素材はゲットできました。ただこのペイントって同じモンスターに投げると、消えちゃうんだよね、うん、だからこのやり方をやるときはみんな別々のところでそのモンスターを集めて、でイベント中10頭だけ集めて、その後
あのまあ自分たちで各自買って、で終わった後に一箇所にまとまってペイントをするっていうのは、まあリアルマネはねかかっちゃいますけどなかなか熱いんじゃないかなと思います。なんかお友達とかいらっしゃる方はね、ぜひぜひ試してみてください。何か一言。やっぱタチって最強だなって思いました。ありがとうございました。タルタルさんでした。チャチャチャさんには出ませんでしたが、僕は流玉のかけらが出たんで大満足です。枝豆さん、はい、今までありがとうございました。最終回です。今日は最終回ということで、約40頭チャレンジでした。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんお花動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。概要欄にね、それぞれ皆さんのチャンネルとか X とか URL 貼ってますんで、ぜひぜひそちらも見てください。またね。はい、 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、長々と。いえいえ。Thank you.